日曜とか？ね、日曜とかかやろうかな、もしあれなら。あ、でも待って。あ、わかんない。あ、に、日曜かな。日曜やるかも。ちょっと。え、わかんない。か、土曜の夜に、質問のやつ、投稿、土曜の夜っていうか、明日の 土曜の夜っていうか、明日だね。もう、明日の夜に、置いといて、日曜、返せるときに返していこうかな。ね、それにしようかな。そうしますので、じゃあ、ちょっと覚えてるかな？覚えとくね、頑張って。さあ、明日公園でございます。軽公園。そう。え、わい、あと何回でね、何回軽公園出れるかな。まあ、何回あるのかって感じでもあるんですけれども。ね、何回立てるのか。まあさ、そう、千秋楽は立てないからさ、ね、それまでにいっぱい立てたらいいよねって思います。ね、そう。そうですね。そう、あ、そうだそうだそうだ、あゆさん7号庫で、まだお礼お伝えしてなかったんですけれども、7号庫じゃない、ショールーム 7号庫じゃない、ショールームで、ショールームって言ってたかな、あ、ショールーム、今なんか7号庫言って言ってた気分でいた。そう、ショールームではまだ行ってなかったんですけれども、そう、皆さん、握手会の方ありがとうございます。嬉しい。ね、3時の時点で完売出してくださってありがとうございます。ね、嬉しい。当日お待ちしてます。10月28日。ね、そうですね。今見てらっしゃる方の中に愛の握手のね、そう、撮ってくださった方がどのくらいいらっしゃるかわからないけれども、ね、ぜひぜひその日一日楽しく、一日というか8部なので夜ですね。え、そうだよね、夜、夜一番最後の部って初めてかもね。最後の部初めてなんですけれどもね、楽しい思い出で28締めくくれたらなと思っております。よろしくお願いします。あ、そうだよね、みんな決済お忘れなく。そうだそうだそう、みんな忘れちゃったらさ、お話できないよ。え、そう、できないから絶対忘れないで、今回ばかりは一番忘れないでほしい。今まで忘れた方きっといらっしゃると思う、一人ぐらい、一人以上いらっしゃると思うんですけれども、国会だけはもう忘れてしまったら、もう大変なので、はい、お忘れなく お忘れなくでございます。まあ、大学からダッシュで向かいますって、転ばないでね、気をつけてきてください。あ、ね、あと、あゆめの返信は、X にしようかしら。X でお願いします。あ、でも、インスタでもいいよ、全然。インスタでもいいし。書きやすい方で、あゆめの返信は。そう、いつも755にやってくださってた方もいらっしゃると思うんですけれども。全然、返信、送りやすいところで送ってくださったら嬉しいなと思います。ね、でも明日の髪型もどうして、なんかいろんな話がいろいろと入り乱ってるけど ゴロ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 内容変わっちゃうね、変わってくるんですけれども、明日の髪型もどうしよう。
女性限定公演、何がいいんだろう。ね、なんか久々すぎて何がいいのか分かんない。自分のやりたいのでもいいのかな。ね、かめいくさんに決めていただくか、小田さんに決めていただくかね、しようかな。うん、まだ迷う。ねえ、迷ってしまう。何がいいんだろう。え、いつもなんか最近迷いがちな気がするね。野田さんの信頼すごいね。そう、信頼すごいと思う。え、なんかあゆ、なんかこの方なら大丈夫って思った方にはとことん、そう、信頼するタイプ。多分今までの自分の光景見てると、そう、この方なら、この方の言葉は信じられるっていう言葉なんかあるじゃん、なんか直感で。そう、だからそれこそ髪型とか迷った時とかはメイクさんに決めていただくことが多くて、そう、メイクさんって結構そう、それはやめた方がいいよとか言ってくださるから、で、そう、え、それいいとか言ってくれるから結構信じてます。え、そうなの。そうそう、なんかね、なんかそう、だからあと誰だろう、みやびちゃんとかも、それこそそうね、そう信じてる。みやびちゃんの、そう、みやびちゃんは結構もう何でもストレートに言ってくださるから、そう大丈夫だった。あ、ね、そう、今日ゆいりさん角生えてた。オカリナもなんか生えてなかった？なんかオカリナのツイートで見た、今ゆりさん可愛かった。みんな可愛かったね、ツインしてらっしゃったりとか可愛かったよね。タダキョンとはーちゃんがツインしてたりね、可愛かった。どうしたんだろう、フォー今日なんか顔ね、なんか髪型みんな変わってた、いつもと違ったよね。可愛かった。可愛かった。最近ゆうりさんとそう LINE してて、この間だけだけではないけどこの間して、そうなの、そうなんですよ。でもなんかゆうりさんとの LINE、 そのこの前久々にしたの。え、すっごいなんかあのさ、履歴残るじゃん、会話の、そう、日付っていうのかな、あれ見たらさ、最後に LINE したのさ、ゆうりさんと最後に LINE したのが2年くらい前だったの。えっと思ってびっくりした、自分でも。え、そうなの、ほんと、えってなった。ね、すごいよね、びっくりした自分でも。まさかすぎた。なんかさ、普通になんか会った時に言いたいこととか全部話すタイプなの。そうだから、あんま人、そう、人とあんま送られてきたら
するのと、あとなんかもう緊急事態、緊急事態じゃないけど、なんかそう、そういう時緊急に連絡したい時とかに送るから、あゆは。そうなのびっくりした自分でも、こんな動かしてなかったっけと思って。ゆいりさんと結構会ったら話すから、あんまり LINE 必要なかないのかもしれないと思った。そう、多分会ったら話したいだけ話すから、伝えたいこととかも伝えるし、それこそ誰が頻繁に動いてんだろう、誰だろう、マチャリン、頻繁に動いてるのはマチャリンだけかもしれない。なんか結構な頻度で動いてるの。そうね、うん、結構な頻度で動いてるのはマチャリンぐらいかも。え、わかんない。あ、そうかな、そうだね、そうだねって多分そう、そうなのよ。あんまなんか直接話そうが好きなんだと思う。あ、でも一番動いてんのは分かった一番動いてるのはあの、そう、予定が送られてくるグループ LINE です。毎日動くからね、それはね。それでした。それです、一番動いてる自信ある。そう、え、本当にね、そうね、そう、それはそうだってね、そうだよね、そう、そうなんですよ。そう、なんかほんと多分全然動いてないのも全然多いみんなで、まゆね、そう、返すのほんと早い方だと思う。人にほんと早い時1分かかんないで返す時ある。でも来た瞬間、そう、なんか返さないと忘れちゃいそうで返すの。そう、なる早で返すようにしてます、いつも人には。そう、忘れちゃいそう、忘れちゃいそうっていうか、でそう、怖いから、でそう、なるはや、でもなんか時々返すの忘れてそのまま既読無視しちゃう時ある。既読無視もう返すか忘れちゃってるから既読無視なんかしてるってわけではないんだけど、したくてしてるとかじゃないんだけど、他になんかやることをやりながらそれを見ちゃった時に忘れることはある。やばいってなる、返さなきゃって。そう、ね、返すね、急いで返してる、いつもです。そんな感じです、そんな感じです。はい、ではでは。そう、明日ね、ショールームね、そう、あの昨日も言ったんですけど、早い時間にやるので皆さん頭に入れておいてください。夜はやらないよって感じです、明日は。はい、ではでは、ランキングを
読みたいと思います。確かに明日のね、こういうポジションね、確かに気になるよね。あゆも気になるあゆも気になるって、あゆも気になってる。あゆはまあ知ってるんだけど、ポジションみんなのポジション知ってるけど、あゆも気になってる。ランキング読みます13位ヒデさん、ありがとうございます。12位ゆきみつさん、ありがとうございます。11位アンチャさん、ありがとうございます。10位ペットさん、ありがとうございます。9位ゆうくん、ありがとうございます。8位カズサスガさん、ありがとうございます。7位はやきなこさん、ありがとうございます。6位ピカルン、ありがとうございます。5位カンさん、ありがとうございます。4位サーマさん、ありがとうございます。3位プラハタハさん、ありがとうございます。2位カモンさん、ありがとうございます。1位あーちゃん、ありがとうございます。はい、見てくださった皆さんもありがとうございました。また明日も見てください。ありがとうございます。バイバイ。